肉を焼くが非常に美味しかったです。うまかった。肉は素晴らしかった。あ、でも8位あったよ。いったよ。ただ、うん、その前に話さなきゃいけないことがあって、だから2つしかないんですよ。ソファーベッドが実はね、ここのこうなると、はいはいはい、どうやって決めようかなと思ってたんだよ。めんどくさいから、じゃんけんしよう。そうだね、じゃあじゃんけんしよう。最初はグーじゃんけんぽい。よしよしよし、翔くん何歳だっけ。僕25歳です。25でね、俺これ38なんだよ13差ってことだから。あ、ベッドここにもあるよ。ここもコロンベッド。あ、コロンベッドになるんじゃん。ああ結局両方そこに寝るってのも翔くんが寝るってのもありってことだ。ちょっと待ってくださいよなんで俺もうここに寝ることが確定してるんですか。わかんないけど、ちょ、なんすか、わかんないけど急に年齢出したりで、もう一回まとめると翔くんが25歳で、俺は今年38歳で、ここもソファーベッドになってました。ショーン君寝れるねっていうおかしいでしょそれを踏まえて俺はチョキを出すかもしれません。ショーン君がパーを出したら俺が勝てるんだよ。ショーン君がグーを出せばショーン君が勝てる。最初はグーじゃんけんぽい。うわー、なんでだよ俺チョキ出すかもしれないって言ったじゃない、うんうんうん、なんで今アイコを取ったの次もチョキ出すかもしれない。年はだから13歳上、俺が圧倒的に上なんだ。で、なんで体が痛いんだっけ。もう疲れてる、体がもう疲れてるそれを踏まえた上で俺チョキ出すかもしれない。チョキ出すかもしれないです。わかりました。さっきチョキ出すかもしれないってチョキ出すか出してるからね。はい、最初はグーじゃんけんぽい。なんでなんで地獄やあいつ何なんだよまたチョキ出すのかこいつは分かんねえよだから、いや、勝てグー出せば勝てん。あー、ごめんなさい。いや、そうです、もちろんもちろん。で、チョキ出したら、はい、俺が寝れんのよ、ここで。そう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 、それを踏まえた上でチョキを出すかもしれない。1回目も2回目もチョキだったけど、うん、3回目もチョキかもしれない。そうです、僕もちょっと今回は考えて、じゃあ出します。そうだね、はい。じゃあ今まで何も考えないで、ちょっと何にも考えてないでチョキ2つ出せたんだって相当な手相当なもんだよ。ああ、すいません、すいませんな、はい。いや、逆にもう寝てほしいですし、このそうだよね、明日に影響する。寝てほしいんだよね。僕もやっぱり、じゃあ俺もうチョキ出すかもしれない。じゃあ分かりました。僕も一応ディレクターとして今回参加してるんで、出演者の体の健康をやっぱ考えないといけないんで、うん、はい。最初はグーじゃんけんぽい。なんでなんでショーンショーンショーン、あ、なん考えたっつったじゃん寝てほしいって言ったじゃん。いやいや、そうそう俺にここで寝てほしいんだよね。俺言わせてるわけじゃないけど、はい、いや、僕はディレクターとして出演者の体の健康のことを第一に考えて動かなきゃいけないんで、明日準備万端で挑んでほしいので。言わせてるわけじゃない。いや、でもこれは僕が持ってくれてんだったら、もちろんです、もちろんです。僕はそれ持ってくれてんだったらさ、はい、それはね、ショーくん年もいいんだ。お前もさ、はい、なんかさ、お前決まったみたいになってくからさ上から目線で言うのやめようよ俺はもうチョキ出すから、多分カミちゃんチョキ出すかもしれない、うん、いいんすか本当にチョキで。いや、もう真っさらにした方がいいんじゃないですか、もうここはもう。じゃあやめる。ただチョキの残像は絶対に持ってるんだよ。そう、わかりました。残像のこと、残像のこと。でも、もうお互いフェアですね、もう完全に。そうだよ、わかりました。よし、走り込む。最初はグーじゃんけんぽい。よっしゃー！よし！アンペングスリップも見せてくれるね。グッベッツ！いや、そのカミちゃんとしては、うん、どういう語りとしてはどういう語りやけん。あ、もう始まってる？そう、一応ね。回してる。いや、一番最初はさ、結局客足が全然増えないからやり始めたんで、やり始めたら2年ぐらいつらかったんだけど、うん、1年でなんか目が出なかったらもう、もう YouTube もいいやと、はいはい、思ってたんだけど、1年やったら月に稼ぐ。そしたら俺たちは普通に辞めれなくなって、それで俺たち4人でやったから、うん、
この4人でやってる赤字分を全部 YouTube の黒字で補填する。その間も舞台はやってたの？その間舞台やってる。だけどそんなにやりたくない、 YouTube なんて。演劇と関係ないことをなんでやらないの？まだ当時はだから動画の内容としては、いやだからあのドラマとかも作ってない。そうだよね、なんか で、それからだから2200人来たから、はい、追加公演とかなんかやって、で、今っていう感じ。なるほどね。ようやく舞台に戻ってくれた。いやよくわかりましたよ。もう、いい加減寝ていいですか？なんかずっと、ベラベラ喋ってる。いい加減もう、やめていいですか？ずっとベラベラベラ。違うだろ。俺も嫌だって思ってましたね。嫌だ。ずっとベラベラベラ。かくれんぼ！パッと見た感じ、ほんとにない。地蔵？ここにいたんですね、彼がね。達也見た？ないですね。わかんない。